です。はい、今回はこのちっちゃい頃から貯めてきた全部500円玉だったら30万円入る貯金箱を開けていきたいと思います。自分の予想ね、結構お札とかも入れたから、まあ20万円ぐらい入ってるかも。そんなに？いや、10万円ぐらい。マジで？そんなに？あ、タル君、毎月のお小遣いはいくらですか？毎月のお小遣い0円じゃん。直接渡してるお小遣いは0円なんで、ここに毎月それを入れてるっていうことはないねんな。なので、わたるくんがもらったのって言ったら、お年玉と、お年玉もわたるがこれだけ貯金して、これだけ貯金箱入れとくみたいな自分で決めるので、まあその時によって多かったり少なかったりです。あとは、お友達とかと遊びに行く時とか、あとお祭りの時とか、まあなんかあった時にお小遣いをもらって、それで余ったやつを貯金箱に入れたりとか、まあちょこちょこしてたみたいです。はい。してました。はい。ちゃんと一個きつくね。缶詰のなんか開けへんもんな、わたる。え、どうやってするのこれって。こう入れて、これでギュッてしたら、いけるか。めっちゃ硬いから気をつけよう。きつ。そうこれ缶ピラピラしてきたら今度は缶で指切ったりするから気をつけてね。いつから食べ出したの？かなり前よな。自分が9歳とか8歳とか。竹井ちゃんぐらいの時から？そう、竹井ちゃんぐらいの時から流行ったっちゃう。まあ、お手伝いしたらあげてた時期もありましたね。でもお祭りの時にあげたりしてたけど、去年はコロナでお祭り自体なかったから、去年は結構少なかったな。友達と遊ぶ機会っていうのもやっぱ限られちゃってたし。ガチこれ硬すぎやろ。そうそうそう、はい、入ってる？結構入っとる。さあ、いくらでしょうか。怖っ、この背景みたい。これやば。これ1万円入っとうもんな。お年玉のやつかな。多分な。ほら、1万円入っとうやもん。もう1個1万円。もう2万円これ。2万円はあるな、これ。3万円?10万円ぐらいはあるんじゃん。1、2、3万円と5千円の。で、1万円。4万5千円、それで。まあ、あれは使わんとすぐ貯金箱に入れるタイプやから結構たまっとうかな。そんなあげてなくても。いや、これで10万はいかんのちゃう。いかへんか、さすがに。1、2、3、4、5千円やからこれで5万円。く、5円。5万円、お札だけで5万円か。1、2、5、6、7、8、9、10。はい、3000円。いや、意外と100円多いな。10、4000円。10、これで1000円。5000円。ちょっとやばいやばいやばい。1000円の一束が多い。 OK、 10。やば、10。6000円。は？これで6000円、やばいって。はい、7000円。昔やな、昭和49年って。8000円。これで10。9000円。あ、マジ？これで9000円。はい、じゃあこれで1万円な。あ、6万円。え、6万円やっと？嘘でしょ。うわぁ。6万1000円。昭和56年やね。なんでこんなに来たの？まあまあ前か。平成って何年前だったの？っていうか、あの、前やからとかじゃないで、なんか元々調べなあかんね。何がレアなのかみたいな。あ、俺知っとね。昭和64年のやつがレアらしい。あ、そう。作られた枚数が少ないから。へぇ。ほら、昭和63年やったらあるんや。64年の100円ってこと？え、いや、もう何でも。よし、これで10枚。2、4、6、8、8000円。10。よし、とりあえず10。はい。9000円。で、残りこれ5枚。7万円いくか？ 5 枚と、いや、いくと思うで。いい、100。600円。600円。
700、800、900。切った。え、最後10円だったんじゃん。だから10円入れてもらって。え、10円10枚じゃないと100円じゃないの？10円1枚でなんか100円みたいな扱いやったけど最後10円を10枚で1000円よ。1000円や。1、8、9、10、これで7万円。7万円いった。いやだけど貯金したのも合わせたらさ10万円はいってんの。気になるやろうから言わへんけど、君が好きな高校や大学に行けるように頑張って貯めてるよ。高校や大学か。うん、君の選ぶ道に行けるように。受験受けたくないないや知らんけど、行くんか行かんからも知らんけど、君が進みたい道に行けるように頑張ってちょっとずつ貯めてる。100円、8、9、10、100円、1、2、3、1やろ、4、5、58か。ということは全部で58円、100円、258円ってことは7万258円。まあ10万は言ってなかったけど、でも結構たまっとんじゃん。まあまあたまっとんじゃん。前は4万とか、うん、全然覚えてないわまあでも小学生の貯金箱に7万入ってるっていうのはすごいと思うね。頑張ってると思う、めっちゃ。まあ、別に毎月お小遣いをもらってるわけでもなく、このデカさでほら見て、1、5、10。竹井ちゃんが300円でガチャガチャしたいって言った時とかにも、渡るにも同じように300円ガチャガチャしたいの渡していいよって言って渡して、まあする時もあるんだけど、銭湯お小遣いにしてもええかとかって持って帰る時が結構多くって、それも貯金箱に入れてるから、そういうのの積み重ねもすごい大きかったよなと思うな。ほらそういう人かほらあんまりお金使いたくないって人貯めるん好きやもんな、うん、お母さんのちっちゃい時もそうやね。めっちゃ貯めるん好きやったもん。マジ、うん、俺は無駄に使いたくないね。そんなさガチャガチャでさ使いたくないよあんまり。でも使う時もあるやろほんま欲しいやつだけや。いやーこれ思い出になるやろうなーとか、あの時流行ったなー確かーって、そういう感じの思い出せる思い出みたいな、そういうのがあったらするけど、そういうのなかったらもうせえへんだよ。思い出って何歳のおっさん。30この貯金箱ここだけじゃなくて、この切った後のこのここも危ないね触ったらな。で、まあ、これじゃ使えないんで、100均かどっかでまた新しい貯金箱を買いましょう。で、それにまた入れて、また、渡るが見たいなっていう時に開けたいと思います。いつになるんだろうか。その時はもしかしたら10万ぐらいいっとうかもな。何も買ってなかったら。その一言がいい、思うわ。買いそう。買いそう。いや、友達と普通に遊ぶ時さ。まあ、約束したよね、あの、6年生終わったらさ、3月に春休みの時。あー、一緒にお買い物行こうって約束したやんな。やばいやん。何がやばい。やばいやん。そういう時はお母さん別にあげてるやん。3000円とか5000円とか、その時使えそうな金額もちょっと多めに。その時マクド食べようと思った。だいたい3000円とか渡しても1000円も使ってこんぐらいで、あと貯金したりするから渡る。そうよ、もうだって使わんもん。いやだけど、いや別にそれやったら1000円でもいいから。分からへんよ。万が一足りんかったらなと思ってちょっと多めに渡しとく。万が一足りんかったらもう何も買えへんまあまあまた同じように取り出せへんタイプにしたらいいんちゃう。女めっちゃたまるわきっとな。取り出されへんからさ、友達と買い物に行く約束したっていう時は出してもらえるよ。取り出されへんねんから。すんのよかった。親にな。竹井ちゃんはあの出せるタイプにしたから、しょっちゅう出しょって、出したり入れたり出したり入れたり、そうしてしまうと使っちゃうから、こういうのした方がいい。うん、やっぱな、楽しいな。どれぐらいの額になっととかさ見るの楽しい。ゲームよりも楽しい可能性あるだってゲームよりもこっち優先して今動画撮ってんかな。あ、そうやな。今は自由時間なんですけど、渡るがどうしてもどれだけ貯まったか見たいってことで今動画撮ってます。1位これやわ。お金よ。お金。1位お金を
貯めてどれぐらいの額になったか見ることや。ダッサいな1位。いやいや、そんなことない。まあ、いいけどなんか、なんかな。まあでもそれをいやらしいと感じる人もおるかもしれないけど、現実的に考えるとめちゃくちゃ生きていく中で大事なことやから。お金がないと叶わん夢もあれば、守れへん命もあれば。もう一回明日にでもしたいぐらい。早すぎる。何も変わってん。そうね。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。